い、こんにちは。ヒズコール TV 初登場のミークです。やっと私の出番が来ました。いよいよ次の日曜日は待ちに待ったイースターサービス、ショートスキットではアワービクトリー勝利ある人生があります。主演はなんとなんとヒズコール1のあの演技派俳優ゆきちです。皆さん当日はパステルカラーの服を着て集まってくださいね。午前サービス後の1時からイースターパーティーがあります。イエーイ、なんと景品にはダチョウの卵が。ここでバレンティーナの豆知識。ダチョウの卵はめちゃくちゃ硬いらしいです。割るには釘と金槌を使って割るらしいです。そういえばヤギさんが乗っても潰れないのかな。どんなパーティーになるか楽しみですね。それではイースターパーティーでお会いしましょう。バイバーイ。